皆さんどうもおはようございます。ケンです。いやー、今岩手町の方にね、キャベツ摘みに向かってるんですが、おそらく今日が最後だと思うんですよ。ところがですよ、ご覧の通り、急に警告音が鳴り出してですよ、出発してくる時に水の量は見たんですけども、冷却水不足という警告音がさっきからピー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 鳴ってます。これはとてもよろしくない状態です。はい、なんか水、まあ予備で多分工具箱の中には、予備でっていうか何かのためにペットボトルで水は入ってたと思うんで、それを補充するしかねえのかな。おそらくラジエーターの中でしょうね。いやー、よろしくないぞ。あー、もう最後の最後でなんかもうトラブル満載ですね。もうなんか嫌になってきちゃう。この音聞いてると頭痛くなってきちゃうし、まあちょっとどこか、ここじゃあんまりなんで、泊まれるスペースがあったらそこに泊まってね。これちょっとラジエーターの水不足だと思いますんで、ちょっと水量確認して補充する水があれば、多分あると思います。分かんないけど、なかったら山まで我慢して山で入れるしかないですね、あそこの水ね。はい、ということで、どうなるか分かんないですけど、最後の最後までご視聴今日もよろしくお願いします。いやー、これはまずいですね。警告音が鳴り止まなくなってしまいました。このまま走ってしまうと、オーバーヒートを起こして止まっちゃうから、もう少しでね、トラック止めるスペースがあるところがあるんですよ。そちらの方、もうちょっとだ、そちらの方に止めましょう。まあ、こんな状況ではありますけどもね、だいぶ山の方も紅葉が色づいてきまして、綺麗な状況になってまいりました。目の前には姫神山、今日は綺麗に見えております。うわー、すごい音だ、うるさいぞーっと。もうちょっとですね、どうせだったらちょっと景色がいい方がいいか、こんなのは関係ねえと思うんだけどな。こっちでいいや、こっちに止めましょう。ああ、ようやくたどり着きました。ああ、きっと水でしょうね。冷却、ご覧の通り冷却水不足っていうふうにこれ表示されてるから、見えるから、冷却水不足って書いてあるんですわ。だからこれ水が足りないんです。おそらくじゃない、きっとそうなんだよ。いやでもまあ余裕ぶっこいてる場合じゃないんですけど、これ見えますか皆さん。岩手さんもね、3日4日ぐらい前から雪が降りまして、今すごくとても綺麗な状態ですね。はい、この景色を届けられるのもおそらく今年というか今日が最後です。今日でこちらからのキャベツの出荷、先ほども言った通り最後になりますからね。ちょっと今からそんな悠長に景色の説明をしてる場合ではない。俺は、あと俺が積んでるこの鉄のコンテナ、空のコンテナですけど、鉄ラックのコンテナ、これがないとどうも作業が止まってしまうようで、取り急ぎちょっとね、水を補充したら向かいたいと思います。
いやー、ちょっとこの状態良くないっすよ。かなりの勢いで漏れてるなこれ。いやー、でもねえ、この鉄コンテナないと作業止まってしまうし、ここまで来たらまあとりあえず鉄コンテナ見えっかな、鉄コンテナとりあえず下ろして荷物積んで、あとディーラーで修理っていう形になると思います。参ったということで、とりあえず向かいます。はい、今走り始めたんですけど、今水を補充したということで、とりあえずはオーバーヒートの危険性はなくなって、警告音は鳴らなくなったんですが、ねえ、ご覧の通り本当にダメな状況なんで、これはここまで来たらもう荷物はとりあえず潰しかねえのかな。もう電波がないですからね。参った、参りました。毎回参りましたよ。私はちょっとため息がふーってつきたくなります。はい、まあとりあえずあと向かっていきましょう。はい、まあ最後ということでね、皆さん多分この景色を見ることはもうしばらくないと思います。 YouTube の中でね、あとはリアルで見に来てください。とてもいい景色です。はい、とりあえず向かっていきます。今日は雲もなくて綺麗な天気です。はい、はい、今キャベツの積み込み先の方にやってまいりました。あとはこちらの方で鉄コンテナから下ろして、あと段ボールなんで上の方に積み込みに行かないとダメですね。これ来ねえけ、奥さんが段ボール止まってしまうって言われたからさで、何としても行かねけねえなと思ってきたけど、
やいやいやいや、あ、やばいやば、スタックする、スタックする、やばい、どうもどうも、いやいやいや、スタックする、あ、もうシングルなんで引っ張りがもうズルズルで、いやいやいや、もうちょっとでここも終わりですね。ここが終わったら多分あとは終わりではないと思うんですけど、違う場所にまた移動する感じですね。いや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 、はい、今ね、積み込みの方がとりあえずは終わりましたよ。多分ね、今年最後になるんじゃないかなと思います。この場所に来るのもね、だいぶ長いことこの場所の方にもやってきましたね。まだ黄色がね、黄色じゃない、木々がまだ色づく前、8月ぐらいからかな、本格的に来たの。盆明けからずーっと来てましたけども、これでここの場所ともお別れです。あとはね、もう11月でしょ、10月いくらだから11月ですよね。徐々に寒くなってきて、ここはね、長い冬眠期間に入ると思いますよ。雪が結構ここはすごいというようなことを言ってました。はい、ということで、まあ余裕はぶっこいてられないですね。ラジエーターが相変わらず漏れてる状態なんで、あとは一旦会社の方に戻ります。はい、この状態ではちょっと走れないんでね、いろいろ会社の方で考えてくれてると思うんで、これからの対応というかね、走り方、はい、ということでここを出発しますよ。青空も綺麗です。はい、また来年よろしくお願いします。ではでは出発しましょう。はい、今ね、ちょっと開けたところまで走ってきました。いや、今とんでもないことになりましてね、筑波ナンバーのかっこいい低床に乗ったドライバーさんちょこちょこ会うんですけども、一番スライドできない区間っていうのかな、大型同士がすれ違いできない区間のところで、舗装路なんですけどね、会ってしまって、まあ俺が実車だってこと分かってたんで、向こうがバックしてくれました。まあ俺の方もかなりバックしないとね、すれ違えるところまでは距離があったもんで、はい、なんかステッカーを渡したら俺のことを分かってる人だったみたいで嬉しい限りです。なんか長い区間バックしていただいてありがとうございます。はい、でこれ右側に見えるのはね、山芋ですね。山芋も綺麗に色づいてますよ、これ黄色くね。はい、ということで今回はこう、今回ね、こちらに来るのが最後っていうことで、まあ最後にちょっとあそこですね、いつも買い物してたおばちゃんとこにちょっと顔出して買い物してから行こうかなって思ってますよ。また来年までね、夫婦で暮らしてるんですけど、元気で生活してもらえたらなって思いますけども、ちょっとコーヒーとお菓子ぐらいね買っていきましょう。はい、今ね、いつものお店の方に寄りまして、お別れの挨拶をしてきました。また1年後にお会いしましょうということでね、イチョウの木もだいぶ黄色く色づいてますね。なんかでも今年は紅葉がいまいちのようですね。真っ赤に色づいてるのはあれは漆かな、漆のようですよ。でね、なんかこの地域冬大変なのかなと思ったら、バスが通ってるから結構頻繁にね、除雪されるみたいで、冬でも来れるみたいですから、皆さんね、冬の田舎の景色を楽しみたい方は岩手県岩手町のね、この南山形地区訪れてみてはどうでしょうか。雪景色した川の景色もいいんじゃないかなと思います。それとも
ということで、ここからまたね、再び山道の方に入っていって国道4号線を目指して走っていきます。はい、今ね、東北道の上り線、ここは岩手県のね、県南の方になります、平泉町の方まで走ってきましたよ。今目の前に見えるのは、これは平泉トンネルですね。東北道の浦和の方から数えると3番目のトンネルですね。東北道って意外と盛岡過ぎて八幡平の方まではトンネルって少ないんですよね。福島トンネル、一ノ関トンネル、そしてこの平泉トンネル、まあ長さはこういう感じのトンネルなんですが、はい、先ほどね、うちの社長の方から連絡来まして、荷物を移し替えるよね、違うトラックにね。さすがにこのラジエーターからね、ラジエーターからというかラジエーター付近から水漏れしてる状態ではさすがにね、このまま走っていくことは不可能なんで、あとは修理に入るようです。なもんで、なんか会社だとちょっと距離あるんですよね、うちの会社はね、東北道から。だから社長の方でなんか一ノ関のディーラーさんの方、またのね、ディーラーさんの方の敷地と、あとリフトの方を借りながら、そちらで荷物の移し替えの方をしましょうということを言われましたんで、今からそのディーラーの方に、もうちょっとですね、この平泉の ETC 専用の出口を出るとすぐにあります、ディーラーさんの方で移し替え作業をしたいと思います。まあね、そのまま社長の方が来てくれればいいんだけどね、なんか社長は明日用事があるので、でなんかね、一緒に行きませんかって言ったんだけど、この社長の方に断られてしまいます。なんか明日も明日ね、トレーラーの仕事があるようです、社長は。どうかな、なんか怪しいっすよね。よいしょ、ということで今平泉のね、これは ETC 専用スマートインターですね、そちらの方に登りました。まあこちらの ETC の専用出口は最近ですね、できたのね、1年以内じゃないかな。平泉のね、あの中尊寺とか毛利寺に最寄りの ETC のインターになります。で、なんか知らんけど目の前には杉江寺鉄拳駐車場あんだけど、なんでしょうかね。すごい敷地ですよね。これはロータリー、まあ来てないんで大丈夫です。これはウインカーを上げなきゃダメですよ。入るときと出るときウインカーを上げなきゃダメです。よし、変わったものを置けましたね。はい、ということでどうなんでしょうかね、うちの社長の方はもう到着してるんですかね。まだだろうかな、どうかな。まあここのディーラーは広いからね、
い、ということで無事に積み替え作業の方完了です。はい、とあとはこっちのウイングのもう締めて終わりですよ。おいしょ、もてー、冷凍車の煽りは重たい。あ、よいしょ。ということでね、無事に今積み替え作業の方終わりましたんで、あとは私はとことこね、目的地の方に向かっていきたいと思いますよ。はい、あ、皆さん気になってんじゃないですか。うちの社長はね、なんかちょっと恥ずかしいみたいで雲隠れしてますね。はい、そこ、あそこにいますね。ということで、なんか取らないでくれっていうようなアクションを起こしてますんでね、まあ、社長さんも頑張ってくれたんで無事に終わりました。ということで本日の動画ですね、今日乗ったトラックがちょっとラジエーターの調子悪くて荷物の方積み替えました。目の前はこれは国道4号線です。今日はね、いすず一ノ関支店さんの方に大変お世話になりました。リフトを貸していただき、あと敷地ですね、貸していただきありがとうございました。ということで今日の動画これにて終了します。また皆さん YouTube の方でお会いしましょう。今日は西日が眩しいです。はい、それではさようなら、バイバーイ。